坂本龍一です。Radio 坂本スペシャルイシュー for podcasting。今回は3月2日放送分からオーディション優秀作品そのパート1をお聞きください。はい。これはですね、パート1はですね、実は、去年の9月に放送しようと思って、できなくて。だから、これの作品は去年応募して、してもらった作品ということですね。でも、まあ、パート1とパート2そんなに大きく、雰囲気が異なるということもなくてですね、割とコンベンショナルな歌物がありつつも少しこうケオティックなカオスなものとかですね、かなりこうぶっ飛んだちょっとこう入射角がおかしいものとかですねあります。まあ、全体的な共通の傾向っていうのは見られないですね。いろいろ、まあ、人それぞれということでなんですけども、それではちょっと聞いてみてください。では行ってみましょうか。ですね、最初は中川浩二、フュージョンループ。中川浩二さん、フュージョンループなんですけどね、この、なんかこう、8分符のね、ベースのグイグイいく感じがね、懐かしいんですよね。一番初期のこう、オーディション始めたといっても、80年代ですけど、やはり、こういう曲を作っていた、とても才能ある子がいて、もうその人も多分40代ぐらいだと思うんですけど、どうしてるかなと時々思い出すんですけど、とうとうプロにはなんなかったような感じがするんですけど、元気でやってるのかなと思って、ちょっとそれを思い出しました。はい。次、ジャグアークラブのガイアのリズムと人類の教区ですね。
とっても長くてですね、8分ぐらいあるんですけど、ジャガークラブさん50歳人間が地球のリズムに気づき円を一周したかのごとく原点であった大自然との共存にやっと目覚めるイメージですって言うんだけど、まあ、そういう感じも聞いててしないんですけど、よくわかんない曲ですね。集団即興のような風に聞こえますけども、一人でやってる、これ延々と黙々と一人でやってるとしたらかなり面白いなぁと思うんですけども、まあ本当にフリーのね即興集団のような音になってますね。はい、次ハノカルルさんのレイク。26歳会社員、幻想的で美しい湖をイメージして作ってみました。まあ湖かどっか分かんないけど、でもそのとても美しくて、静かで、まあ、透明な感じというかな。これきっと自分でピアノを 何回か3回ぐらい重ねて作ったのかな。まあサティーフって言えばサティーフのかもしれないけども、でもとてもそんなね、なんていうのかな、あまり決まったところもないし、その特別なんか気取ってこう変えてやろうというところも別にないんだけど、とても全体がうまくいってる感じがします。はい、次銀河スープさん、太陽の金銭。私
はい、映画スープは以前はもうちょっとこうギターバンドっぽいドラムも入ったこうロック寄りだったような印象があるんですけど、ね、ドラムがなくなって昔のあのサイモンとガーフォンクルのような、生ギターのすごく優しいサウンドになってますね。どういう変化があったんでしょうか。とても本当に優しくてねいいと思うんですけど、ちょっとこうリズムっていうかグルーブがこう縦乗りすぎるっていうかな、タンタタタタタタ、横の流れっていうのがちょっともう少し欲しいなと僕は思いましたけどね。ちょっとその縦乗り、まあね、日本語はね縦乗りになりやすいんですけどね、もうシーンボインシーンボインとこうずっとついていくでしょう。なので、横に流れるっていうのはこう自然には出てこないんですけども、あまりにもねちょっと音楽に乗っけた時にね縦乗りがちょっと強いなと思いましたけどね。はい、次トマトスターさんのワープの誘惑。37歳派遣社員、生演奏を編集しました。面白いと思いますね。ギターを弾く人なんですかね。で、まあ割とその変拍子的なという不規則なリズムでこう繰り返していて、自由に弾いてるところをこう、まあ、編集して後ろにある感じですけども、なんていうのかな、まあ基本的にはこう繰り返しなんですけど飽きないというか、こう非常にカオスというか面白いと思いました。はい、中西亮太くんのキテレツ。キテレツを見越した、机に書き置きがあるけど読めない、旅先で出くわした罠、朝日が顔を出さない、銀色の鉛筆を置いて公園に向かう、歌を流して耳を塞ぐ私の行い。
を見過ごした。机に書き込みがあるけど今日も読めなかった。はい、22歳学生、自分の思想を詰め込みましたということなんですけど、まあ、どの辺が思想なのか僕は分からないんですけど、これはね、昔下手馬っていうジャンルがあったと思うんですけど、馬、下手馬の馬にがないよね、これ。かといってその下手なだけではなくて、もちろん意図的に変にしてはいるんですけども、馬まで行ってないというね。でもなかなか難しいですよね、外すのがなかなかうまく外れてるような気がします。なんとなくこう魅力を感じるっていうかね、はい、次、夏目漱石さんのなんでやねん。私はどこから髪の毛なのか悟られないように眉毛から上に墨を塗っています。え、なんでやる。僕はすぐ緊張してしまいます。この前スピーチをした時に足の震えが全身に来て、ブレイクダンスの経験があるのかとダンサーに聞かれました。え、なんでやる。もしあなたが手を離したら空気より軽い私は飛んでいきますよ。え、なんでやる。今から10年前の話だけど、日本中が同時にかき氷を作ることになったんだよ。それを一箇所に集めて山を作ったんだよ。それが富士山になったんだよ。え、なんでやる。ああ寒い、足が冷たい、温める。近くにあった君の背中で。え、なんでやる。ブラジルに行くなら富士山の火口から行くのが一番早いですよ。え、なんでやる。今日は満月か。月に手が届きそうだ。食べてしまおう。え、なんでやる。まだ乾杯の挨拶が終わっていない。飲んでしまおう。え、なんでやる。噴水に顔をつける。飲んでしまおう。え、なんでやる。僕は今年上だけど、これからずっと息を止めるから、その間に年下になると思う。え、なんでやる。トナカイの、トナカイによる、トナカイのための政治。え、なんでやる。まあこれですよね。34歳、会社員。これはやっぱりその会社の集まりでもやってるんでしょうかね、これね。そしてトナカイだ。なんでやねんの声はどうやって出すか。iPhone とかに入れといて、ピッと押すと出るとかいう感じでしょうかね。そこに何が見えるか。トナカイが見える。え、なんでやる。面白いかなと思って一応最後まで聞いたっていう感じなんですけどね。はい。で、どんどん吸って。一つ一つのこう間が空いてるところはとてもいいですね。はい。次、アフロチカさんの夜明けの子守歌。Drum, drum, 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 drum
38歳主婦。2004年から育児と家事を兼ね合いながらということなんですけどね。現在は女優岸田京子がバンドをやったらどんな音楽になるだろうかというテーマで活動中。変わった主婦の方ですね。でも面白いとは思いますけどね。で面白いのが歌詞はエスペラント語なんですって。でどういう内容だっていうのか僕はもちろんわからないですけど、面白いですねエスペラント語。エスペラント語で岸田京子が 歌いながらバンドをやっているというテーマなんですね。もう面白い目の付けどころとか、目の付けどころ、目つけないかな、そんなことに普通は。変わった発想です。はい、次、遠藤健二さんの Two Trees。もう10年ぐらいになりますよね。昔ね、あの TBS のニュース23 の、 あの特別番組にもね、あの参加したりとか。まだ林業をやってるんでしょうか。林業従事者だったと思うんですけど、なんかもう集大成な感じになってるんでしょうかね。ちょっと今回のこう打ち込みっぽいですよね。もう少しなんか有機的な印象があったんですけど、はい、次はですね、ちょっと分かりにくいんですよ。次はね、ハヤト×安嶋香織のほくろは大事。ほくろ、ほくろ大事、百大病気でも欲しい。夕方になっても夜中になってもほくろ欲しい。デューバレバリビー、空欲しい、トレ欲しい、デュンデュー、ははは。はい、わかんないんですけど、40歳主婦の方で、
友人のハヤト6歳の詩に曲をつけました。いいですよね、それはね。ハヤト君6歳の言葉なんですよね。朗読してんのハヤト君なんですかね。可愛いですよね。まさかその朗読は香里さん、40歳主婦の香里さんがやってるんじゃないんですよね。ちょっとギクッとしちゃったんですけど、ハヤト君可愛いなと思って、まあそれだけなんですけど、はい。まあポエトリーウィーディングに音楽がついてるような感じですよね。はい、次ですね、松本玲子さんのこけし系統覚え歌。非常に変わってるんです。これ映像と音楽と両方やってるんですけど、こけし系と覚えた、つまり東北一帯にいろんなこけし文化があって、でもたくさん系統がありますよね。場所、あるいはその何て言うかな、堀市というか、作る作者の系統によってもそのスタイルが変わってくるってことで、そのスタイルを説明してるわけですね。映像と音楽で、歌で。11系統あるんだそうですよ、東北の伝統こけしが。津軽こけし館などで BGM として使用中の、すごいですね、これね。実は、僕の亡くなった父がね、とてもこけしが好きで、ものすごい数持ってたんですよ。なのでもう子供の頃から僕もこけしにはねすごく親しんでいて、で、まあ、亡くなる前に形見代わりにね、いくつかもらってはいるんですけども、もらいましたけど、そんなにこけしに詳しくもないし、いつも眺めてるわけではないんですけど、いやー、こういう曲が来るとはちょっと夢にも思いませんでしたね。不思議っていうか、
ただ説明してるだけなんですけど、変わった発想の作品だな。はい、坂本龍一でした。